あれ、キンドング、キンちゃんどうしたの？泣きたくても、泣きたくても凍りつく涙。そうですね、久々の僕の、まあ、ちょっと切ないですけどもドラマチックな、まあ、ラブソングになりましたんで、またどちらかというと次小金沢君どんな歌くんのかなって期待してる人が多いんで、今回まあ、ちょっとしっとりしてるんですが、また違う形のラブソングになったんで、皆さんの期待を裏切るような、いい意味で裏切るような、来たかっていう感じですね。カップリング曲のハッピーバースデーはですね、もう長年というか何十年にわたってこのハッピーバースデーってなんか一曲しかないような気がするんですよね。それでそういうのも含めてぜひ僕のこのハッピーバースデー花束を添えて、これを皆さん覚えてもらって、ノリもいいんで、ハッピーバースデーってやっぱりなんか楽しい方がいいじゃないですか。もうハッピーの方がいいんで、明るい曲なんで、ぜひなんかバースデーソングの一曲に添えてほしいなっていう思いで歌ってますね。難しいですね。一言で答えられないですね。一番いいのはですね、僕の歌をよーく聴くことです。もうね、すぐ歌いたいって気持ちはね、ものすごいわかるんですけど、すぐ歌ったら絶対何箇所も間違えてますから、まずはですね、もう一番のワンポイントレッスンは、ぜひ歌っていただけるんでしたら僕の歌をもうよく聴いて、もう歌詞も覚えちゃうぐらいに聴いてから歌うのは一番です。で、2番目には真似するんです、僕の。声の真似じゃなくて節回しって言いますかね、歌い方ってその真似です。だよくモノマネのね人たちって歌うまいじゃないですか。そこなんですよ。この2つだけマスターしてくればバッチリです。というかね、スタッフもハマってるんですけどね、丸亀うどんこれはもう僕はねちょっと前から食べててうまいな、スタッフと食べに行ったらスタッフもハマっちゃいましてね、まあ関東近郊、まあ、仕事でね車で行った時は、まあ、休憩時間とかあるじゃないですか。そうするとね、もうマネージャーがすぐね調べましてね、それで休憩時間始まると、じゃあ行きましょうかって言ってね、毎回食べてますね。そこはやっぱりまあ季節柄ね、もうスポーツにしても読書にしても何にしても、もう食欲の秋ですから、まあ僕は自分の口から言うのもおかしいですけど、まあ、調理師の資格を持ってるんで、今キノコをね、キノコと野菜をミックスしたラーメンとかがいいんじゃないですかね。でしかもラーメンも料理できない人はどうやって作ったらいいかってなるじゃないですか。インスタントラーメンにいいんですよ。インスタントラーメン普通に作って、でキノコと野菜、好きな野菜を炒めて乗せるだけです。でその中で一つごま油、ニンニク、ラードで炒めるとうまいです。新曲あなたは雪になりました、発売したばかりです。とにかくこの歌で目いっぱいまた頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ皆さん聴いて覚えて歌ってみてください。お願いします。言われると思いましたね。言われると思ったんで用意しておきました。新曲のですね、なんとクリアファイルです。こちらです。こちらを3名の方にプレゼントします。しかもですね、サインを入れます。まずないですか。どうですか。こんな感じになりました。泣きたくても泣きたくても